アブドゥラーン・ヌスールは、ヨルダンの政治家。2012年10月11日から2016年6月1日まで、ヨルダン・ハシミテ王国首相を務めた。アブドゥッターは、アブドンラーやアブドラとも書かれる。ヌスールはナスール、もしくは英語名の、アブドーラ・インサワーに基づいて、エンスールとも書かれる。日本の外務省や首相官邸などでは、アブドラー・アル・ヌスールとされているが、 ヌスールの頭文字は、太陽文字のであるため、アルヌスールではなく、アンヌスールとなる。ヌスールとは、アラビア語で励ましを意味する語であり、定関詞の部分を略して、アブドラダーヌスールなどとも呼ばれる。サルト出身。レバノンのベールートアメリカン大学で、数学学士、米国のミシガン大学で、経営学修士、フランスのパリ第一大学で、人材計画学博士の学位を得た。 1984年より、計画省、教育省、外省、産業貿易省、高等教育省、副首相、行政改革省、情報省などを歴任した。2012年10月に、国王のアブドゥッター2世により、ファーイズ・タラーウネ首相に代わる新首相に指名され、ヌスール内閣を発足させた。2013年1月に実施された、ヨルダン総選挙の後、 アブドゥッター国王より、再び首相に指名され、同年3月に第二次ヌスール内閣を発足させた。ありがとうございます。